平野翔が緑人ソーダで気づく、家族。熱狂的ファンの愛がブランドを超えた絆を生み出す。緑人ソーダは僕にとって家族、平野翔の発言が示す、商品を超えたブランドへの深い愛情。緑人ソーダの爽やかなグリーンが、夏の太陽の光にきらめきながら、テーブルの上のグラスの中で揺れている。それは、ただの飲み物ではない。 それは、アイドル平野翔と彼のファンをつなぐ、特別な絆の象徴だ。ツイッターのタイムラインには、翔くん来た誕生日プレゼントにもなっためっちゃ嬉しいハッシュタグ平野翔ハッシュタグ緑人そうだ、という喜びの声が溢れている。それは、単なる当選報告ではない。そこには、ファンとアイドルの間に生まれた、温かい家族のようなつながりが透けて見える。 緑人相談のアンバサダーを務める平野翔彼の魅力は、ファンを応援するという枠組みを超え、家族のような温かいつながりを生み出している点にある。今回のキャンペーンでは、当選者に緑人相談が贈呈されたのだが、ファンにとってそれは単なる商品ではなく、章君からのプレゼントという特別な意味を持つ贈り物へと昇華したのだ。 翔君からのプレゼントだと思って家宝にする最高の誕生日プレゼントですね。翔君からのタンプレにもなったよ。これらの言葉からファンにとって平野翔は単なるアイドルではなくまるで家族の一員のように感じられていることが伝わってくる。それは緑人相ダを通して彼が発信する飾らない人柄や温かさがファンに親近感を与えているからかもしれない。 誕生日やパーティー、イベントなど、特別な日に緑人ソーダを送るファンも多いという。それは、緑人ソーダの爽やかな味わいが、大切な人と過ごす時間に彩りを添えるからだけではないだろう。そこには、翔くんをみんなで分かち合いたい、翔くんと心を一つにしたい、という、ファンたちの熱い思いが込められているように感じられる。今年は何かいいことありそうな予感。 わちゃわちゃ動画、情報解禁、クオカードっていいことがある一年になりそう。緑人相だと平野翔が紡ぎ出す物語は、ファンに笑顔と希望を届ける。それは、単なる商品プロモーションを超えた、温かい家族の絆を感じさせるものだ。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がってくる。もしも、平野翔が緑人相だのアンバサダーでなかったとしたら、 ファンはここまで熱狂的な支持を示したのだろうかもちろん、緑人相談そのものの品質や魅力も重要な要素だ。しかし、平野翔という存在が緑人相談に物語を吹き込み、ファンとの間に特別な絆を築いたことは否定できない。これは、アイドルの影響力が商品価値を超えて、 人々の感情や行動にまで影響を与えることを示唆している。今回のキャンペーンで見られたファンの熱狂的な反応は、アイドルの影響力の大きさを改めて認識させるものだった。ファンは、単に商品を消費するだけでなく、アイドルとのつながりを求めているのだ。企業はこの点を理解し、 アイドルとファンとのエンゲージメントを高めるようなキャンペーンを展開していく必要があるだろう。また、今回のキャンペーンは SNS の持つ力を改めて示すものでもあった。ツイッターを通じてファン同士が喜びを分かち合い、その熱狂がさらに大きなうねりとなって広がっていった。企業は SNS を効果的に活用することで、 より多くの消費者にメッセージを届けることができるだろう。今後、平野翔と緑人相ダは、私たちにどんな物語を見せてくれるのだろうかそして、アイドルとファンをつなぐ絆は、どのように進化していくのだろうか彼らの未来に期待が膨らむ。緑人相ダを手にした時の高揚感、それは単なる当選の喜びを超え、 まるで平野翔自身から祝福を受け取ったかのような特別な感動に変わる。ファンにとって、それは単なる商品ではなく、アイドルとの絆を象徴する大切な宝物なのだ。翔くんがおすすめするなら間違いない。緑人ソーダを飲むと、翔くんを近くに感じられる気がする。ファンたちの言葉からは、緑人ソーダが単なる飲み物ではなく、 平野翔という存在そのものを体現するものとして認識されていることがわかる。この現象は現代社会におけるアイドルとファンの関係性の変化を示唆していると言えるだろう。かつてはテレビや雑誌を通して一方的に情報を受け取るだけだったファンも SNS の普及によりアイドルとの距離を縮め双方向のコミュニケーションが可能になった。平野翔自身も 積極的に SNS を活用し、ファンとの交流を深めている。彼の飾らない人柄が伝わる投稿は、ファンに親近感を与え、まるで友達のような存在と感じさせる。このような親密な関係性が、今回のキャンペーンの成功に大きく貢献したと言えるだろう。緑人相ダを通して生まれた、アイドルとファンの新しい絆。それは、 現代社会における消費行動にも大きな影響を与える可能性を秘めている。ファンは、もはや商品そのものの価値だけで購買を決定するのではなく、その商品に込められたストーリーや、アイドルとのつながりを求めるようになっているのだ。企業は、この変化を敏感に察知し、商品開発やプロモーション戦略に反映させる必要があるだろう。 単に商品の機能や品質を訴求するのではなく、消費者の感情に訴えかけるようなストーリーを構築し、アイドルとのつながりを強化することで、より多くの消費者の心をつかむことができるはずだ。平野翔と緑人相だの物語は、まだ始まったばかりだ。今後、彼らは私たちにどんな驚きと感動を与えてくれるのだろうかそして、 アイドルとファンの絆はどのように進化していくのだろうか彼らの未来に期待は高まるばかりだ。平野翔と緑人相談の関係は従来の広告等としての役割を超え、まるで一つの物語を紡ぎ出すような双方高まちな進化を見せている。ファンは彼が発信するメッセージを受け取るだけでなく、自らの行動を通してその物語に参加し、 共に新たな価値を創造していく。例えば、ファンが手作りした緑人ソーダのオリジナルカクテルが SNS で話題になったことがある。それは、ただ商品を消費するのではなく、愛情と創造性を込めて、自らも緑人ソーダの世界を構築しようという積極的な姿勢の現れだろう。また、ファンアートの世界でも、 平野翔と緑人ソーダは頻繁に登場するモチーフとなっている。彼の爽やかなイメージと緑人ソーダの鮮やかな緑はファンにとって創作意欲を刺激する魅力的な組み合わせなのだ。ファンアートを通してファンは自身の感性を表現し作品を通して他のファンと共感することでより強固なコミュニティを形成していく。このようなファンの行動は 企業にとって貴重なマーケティングデータとなる。企業は、ファンが自主的に作り出すコンテンツに注目することで、消費者の潜在的なニーズを把握し、今後の商品開発やプロモーション戦略に活かすことができるだろう。このような相互作用を通して、平野翔と緑人相打は、単なる商品と広告等という関係を超え、まるで一つの文化を想像しているかのようだ。 それはファンが主体的に参加し、共に育んでいく、新しい形のブランド体験と言えるだろう。今後、平野翔と緑人相談は、どのような進化を遂げるのだろうか彼らの物語は、まだ見ぬ可能性を秘めている。ファンと共に作り上げていく、その未来に、私たちは目を離すことができない。